8年と4年食らうっていうのは相当ですからね。相当悪質ですからね。うん。ガトリン引退辛いです。だって。俺はそんなに辛くないです。はい。ドーピングで2回も出場停止食らってる選手は、そんなに俺は評価してないので、彼より遅くても、一度もドーピングの検査に引っかかることなく、決勝に残り続けたアスリートとかの方が僕は優秀だと思うし、8年と4年食らうっていうのは相当ですからね。相当悪質ですからね。日本人でもし同じニュースが出たらって考えてみてください。ガトリンがね、金メダル取ったりして、英雄視されたりしてますけど、皆さん、日本人で同じことをした選手が現れたらどう思うか考えてみてください。日本人でドーピング検査に違反をして、8年間の停止処分を食らった。その前にもう一回停止処分を食らってる。だけども、取引して、情報を提供することでとか、4年間に期間が短くされて、ドーピングをしてたことは間違いないんだけども、減刑されて、その後にまた日本代表になったって言ったら、どう思いますかっていう、そういうことを考えてみたらどうでしょうか。まあ、ガトリン選手もトレーニングは頑張ったからあそこまで強くなったんだとは思いますから、そこは評価しますけど、僕はドーピングをしてない選手を一番高く評価するので、ドーピングで出場停止を長期間食らった選手にリスペクトを置くことはないので、ぜひ、同じ彼が犯したペナルティを日本人の選手が、例えば山縣選手が、桐生選手が、サニブラウン選手が同じことをやっても同じだけ応援できますかっていうのを一回考えてみてください。